皆様こんにちは。合気道破天界一等師案の藤崎天慶です。よろしくお願いします。本日はですね、打撃の防御法を行いたいと思います。細かい説明、どういう風にすれば打撃をさばけるのかという説明は前回の動画で、しました。簡単に説明すると、細かい打撃などはある程度防御法で防いでしまって、相手の、本気で打ってくる大振りな、突き蹴りを返さばきでさばくのが良いということをお話しさせていただきました。もちろんある程度上手くなってきたら細かい打撃にも返さばきができると一番いいんですが、なかなか最初のうちから全部の攻撃に対して返さばきを使おうと思ってもなかなか難しいです。破天界では入り身が転換、転身というか合気道の返さばきをすごく重視しています。ただしその返さばきを生かすためにはある程度、相手の打撃を受けるような技、要は防御する技が必要になります。合気道に防御はない、受けはないじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、例えば横面打ちに対する入り身、それをこの手の部分、この動きですね、この動きを止まって行うと防御になります。また正面打ちの際のこのすり上げ、正面打ちを入り身する際のこの部分、この動きを使えばその場で使えば、受けになるわけです。入り身を行う際のここの手の動き、そうですね、これもそれでその場で取り出せば受けになります。ですので合気道の体さばきの中にも一部受けは含まれています。もちろんそれだけでは対処できない部分もあるので、相手の細かい打撃にはこういうブロックなども必要になってきます。受け、ブロック、体さばき、3つを組み合わせることによって効果的に打撃をさばくことができます。では早速動きを見てみましょう。ブロック以外は合気道の入り身の動きから取り入れています。まず一発目は相手が軽く打っていきます。2本目は顔面を打ちます。もしくはまっすぐに打つ正面打ち。ここで行っている正面打ちと横面打ちは伝統的な形ではなく実践的な形になります。3本目は横面打ち、もしくは大振りなパンチ。破天界では伝統的な正面打ちや横面打ちも行っていますが、試合用に実践的な正面打ち、横面打ちなどを改良して取り入れております。もしくは今行っているのは受けがどのような攻撃に対応しているかということの説明になります。コンパクトな吐き継ぎ、6本目も吐き継ぎ、7本目はすり上げるような正面打ち、7本目、8本目はかかと落としへの対応も可能です。以上が防御技術の一部の紹介になります。ご視聴ありがとうございました。受けの技術はさばきと組み合わせることが重要です。次の段階としてさばき技を覚えていきます。また機会がありましたらご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。